皆さんこんばんは、古田博之です。今日もね、ラジオやっていきたいと思います。今日のテーマなんですけど、僕自身北海道出身なんですけど、地元北海道を全力で応援するというテーマでお話ししていきたいと思います。僕のことだからこのテーマに沿ってお話しできるかわからないんですけど、興味ある方にね、話がどんどん逸れてしまうタイプなので、このテーマに一応沿って、お話しできるように頑張りたいと思います。はい。で、今日もテーマについてお話しさせていただく前に、まず質問が来ているので、質問から答えていきたいと思います。質問っていうのは、YouTube のコメント欄であったり、Twitter とかインスタグラムでね、募集しているので、ぜひね、どんなことでもいいので、質問いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日の質問はですね、今まで決めたゴールの中でベストゴールは何ですか、という質問に答えていきたいと思います。はい。僕自身、まずそもそもプロ生活何点決めたんだろう。ちょっとウィキペディアかなんかで調べてみないとわからないんですけど、総通算は239試合ぐらいだったと思うんですね。J リーグ総通算は。ただ、総得点っていうのはちょっと把握していないですね。何点なんだろう。まあ、あまり爆発的な結果っていうのは僕自身出せていないので、ゴール数っていうのは少ないと思うんですけど、ただ自分の中で、その数々のゴールの中で結構印象深いというか、あのゴール本当に嬉しかったなっていうゴールが、2つぐらいあるんですけど、一番ベストゴールって言われるとちょっと難しいんですけど、やっぱり初ゴールですかね。初ゴール19歳の時だったと思うんですけど、厚別競技場で、あれは多分5月の下旬だったと思うんですよね。で、相手は、富山、カターレ富山だったんですけど、これいろんなところで僕言ってるんですけど、高校、在学中、高校3年生の時に、コンサドーレ札幌さんには、トップチームに、挙げていただいて、高校3年生の時にも、寮に入って、プロと同じ生活をしていたわけですけど、学校も、公立の高校から、通信制の高校に切り替えて、寮にね、送られてくる課題をやってっていう、学業はね、そんな感じだったんですけど、もう完全にプロと同じ生活ですよね。もう右もね、左もわからない、プロサッカー界というね、世界に、飛び込んで、最初は本当に苦労してね、いろんな辛い思いもしたんですけど、ただ、当時石崎監督ですよね、石崎さんには本当お世話になっていて、高校3年生の時に夏ぐらいからですね、小僧のね、高校3年生の僕を試合に使ってくれて、そこから高校3年生の時に19試合出たのかな、夏からシーズン最後まで、出させていただいたんですけど、ずっと点決めれなかったんですね。高校生の時で、サイドハーフ、右サイドハーフという攻撃的なポジションで、19試合もね、出させていただいたのに、点を決めることができなかったと。で、高校生でしたけど、プロっていうのは年下だろうが年上だろうが関係なくて、試合に出るからにはやはりね、結果を出さないといけない、職業なので、ただ若いからね、出てるだけで OK っていうね、そんな甘い世界ではないんですね。やっぱり出ているからこそ、出ているからには、点を決めて結果を出さなければ、後がない、っていう世界なので、僕自身出てはいたんですけど、点を決めれていないっていう現状に本当にストレスを抱えていて、で、決めれなかったと。で、2009年だと思うんですけど、2009年シーズン終わったわけですよね。ノーゴールで。19試合も出たのに。で、次のシーズンですよ。2010年シーズン、西登録という登録から、本当にプロ契約という契約になって、で、当時 J2 ですよね。J2 で戦っている中で、試合にまた出させてはいただいてたんですけど、とにかく結果を出すことができなかったんですね。19試合、20試合、21試合、22試合っていう出ても、ずっとずっと結果を出すことができなくて、本当に悩んでいたんですね。ただ、石崎さんはそんな僕を使ってくれたんですね。それでも。
信じて使ってくれたんですけど、でもう30試合ぐらいずっと点取れなくて、19試合どころかね、もう20試合30試合ってずっと点取れなくて、2010年の5月くらいまで来たと。で本当に思い悩んでいたんですね。で若い出始めの時はね、自分のドリブルもすごい通用したし、正直誰かわからないので、向こうの選手とかチームからすると、なんだこのいきなり現れた高校3年生みたいな感じなので、どんなプレーするかっていうのもわからないかったと思うんですけど、ただプロのすごいところっていうのはやはりスカウティング能力が本当にすごくて、あの選手はこういう特徴あるからこういうふうに消せとか、あのチームはこういうところに弱点があるからそこをついていけとか、本当に分析からの戦術の組み立てっていうのが本当にユースとプロとではもう桁違いなんですよね。もうスカウティング能力がとにかくすごいと。なので、3試合4試合目ぐらいからもう自分のドリブルっていうのがかなり消され始めたんですね。特に右サイドハーフに僕は立っていたので、で僕は左利きなので、中にねカットインするドリブルっていうのは得意だったんですけど、もう完全相手も中を消してきて、もう左足消せっていう、声も向こうから聞こえてきたりとかして、とにかくスカウティングでかなり自分の良さっていうのを消されてしまったんですね。でそんな中、どんどん、ドリブルっていうのも自分の中では影を潜めて、シュートまで行ける回数っていうのは減ってしまい、ただ、そんな中でも試合に出させていただいている、そしてゴールを決めれない、このジレンマというか、出ていることはいいんだけど結果が出せないジレンマ、自分のプレーが出せないジレンマっていうので本当にストレスを抱えていて、高校3年生だったと思うんですけど、高校3年生からプロ1年目だったと思うんですけど、そんな中まあ5月ぐらいまで来て、で皆さんコンサドーレ札幌の、サポーターの方はね、昔から知っているサポーターの方はご存知だと思うんですけど、ホームの厚別競技場で、富山戦、まあ、僕の兄がね、まあ、今はやっていないですけど、当時音楽を結構やっていて、歌とかをこう自分で作って歌ってたんですね。でその兄が、まあ、コンサドーレ他のコンサドーレ札幌さんの、まあ、広報の方が、ヒロの兄なんか歌やってるみたいな言われて、厚別競技場で歌ってくれないかみたいな声をかけていただいたんですよね。でもみたいな、いや僕はいいですけどみたいな、まあちょっと兄弟揃ってねあれなんですけど、まあ兄も素人ですよ、別にプロのミュージシャンではないですよ。もちろんなんかね大会とかに出て優勝とかしたりとかしてたんですけど、ただ普通の一般人ですよね、本当素人なんですけど、まあ音楽をやっていたので厚別競技場で歌うことになったんですよね。それが5月下旬の、厚別競技場での、富山戦だったんですけど、まあ兄が歌って、で僕に向けて書いた歌なんですよね。その歌っていう歌った歌っていうのが僕に向けて書いた歌で、まあ本当聞いても僕は感動するんですけど、自分のことを歌ってくれてるので、でその歌を歌って、まあ、結構感動していて、で兄が歌ってる前に出てって握手したりとかして、でその写真とかもね家に置いてあるんですけど、まあ、結構そのドラマチックな展開だったんですよね。あ、ちょっと僕自身もこうモチベーションが上がっていて、でいざ試合始まりますよね。でかなりその試合調子良くて、まあ、兄が歌ってくれたっていうのもありますし、もうとにかくね早く結果が欲しかったので、もう積極的にガンガン仕掛けていたんですね。でその後半に点を決めることができたんですね。キリノからのパスだったんです。キリノ懐かしいですね。キリノ今どこにいるんだろう。元気してるかな、キリノ。キリノからの、横パスを、まあ、トラップして、で、左足でミドルシュート打って決めたんですけど、あの時はもう本当に嬉しかったですね。それが僕のベストゴールですね。本当に30試合ぐらい点取れなくて、本当にストレス抱えてる中で、で兄が歌ってで点決めるっていう、なんかこう映画みたいな展開だったんですよね、僕の中で。なんか本当にドラマチックな展開になって、よくできてるなと思ったんですけど、それぐらい自分の中では印象深いゴールというか、でサポーターの方々もおそらく古田いつゴール決めるんだっていう感じだったと思うので、僕が決めた瞬間サポーターの方たちがぐわって立ち上がってね喜んでいるシーンとか見ると今でもね本当にこう感動するというか、あの時の、本当にジレンマを抱えていた自分の気持ちであったりとか、試合を出させていただいてるんですけど、結果を出せない自分の不甲斐なさっていうのが本当に込み上げてきた中での爆発した瞬間っていうのが、当時もそうですし今見ても本当に
昨日のことのようにね、なんか思い出せるので、あのゴールが一番だったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。今思ったら19歳で何千人何万人っていうピッチの中で、北海道コンサドーレ札幌さんには立たせていただいて、あの空間あの環境に入れたっていうのは本当に幸せなことだと思いますし、自分の人生の中でね、19歳でそこまで、ストレスを抱えて解放された経験っていうのは普通に生きていたらないことだと思うので、本当に北海道コンサドーレ札幌さんには育てていただいて、プロにならせていただいたっていうのは本当に感謝しています。恩返しできるような結果をね、残すことはできなかったですけど、自分の人生の中では本当にかけがえのない、時間になりましたので、本当に感謝しています。またこれから違う形で何か恩返しができたら、嬉しく思っています。はい、すいませんね、質問の答えで10分超えましたね。この YouTube ラジオはね、あまりこう15分20分って話したくないんですよね。皆さん聞き流ししながらね、家事とか寝る前とかにね聞いてくれてると思うので、ここでね20分30分僕が話しても早く寝かせろよって感じだと思うんで、あまり長く話したくないので、すいません、もう案の定ですね、もう質問に答えていたら10分超えるっていうね、今日のテーマは地元北海道を全力で応援するっていうテーマだったと思うんですけど、案の定テーマにそれなかった、すいませんね。このテーマについてはまたいつか話します。今日のテーマ変えます。今日のテーマは初ゴールは何ですかっていう質問に答えるっていうことがテーマでしたね。はい、申し訳ありません。ちょっとね、初ゴールのこと、ルーキー時代のことをね思い返すと思いのほか長くなってしまったので、本日の放送は以上になります。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。